おはようございます。おはようございます。激バラ企画でございます。はい。なんか二人調子良さそうですね。どういうことですか。なんか機嫌良くないですか。いつもの激バラと違う感じがするんです。なんかご機嫌な感じ出ますけど。どうしたんですか、そんな急に。ちょっと腹立ってます。どういうテンションなんですか。むっちゃイライラしてます。どうしたんですか。なんかね、はい、今日はですね、はい、これなんていうんですか、この機械。任天堂スイッチですか。そうです。任天堂スイッチのなんていうゲームですか。はい、大乱闘スマッシュブラザーズ。をね、対決するみたいんで、はい、ちょっと先動作確認で練習したじゃないですか、はいはい、そうしましたね、うん、レベルが違うんですよ。そんなことないよ。そんなレベルじゃないじゃないですか。そんなことないよ。だってなんかちょっとテンション高いでしょ。いつもなんかそんななんかどうもーぐらいじゃないですか。なんかよいよいよいみたいなテンションで来てて。そんなことないですよ。まだコントローラー触ってばいちゃうんで、やりたってしゃあないじゃないですか。もう持ってるやん。オープニングトークやけてて、オープニングトークなんか誰も望んでない。そんなこと。結構ゲーム好きですもんね、お二人。まあ、結構ね、まあ、しますからね。ねえ、なんつけましょうか。はい、はい、やるわけですけども、はい、まあ、今アプリも撮ってるんでね、撮ってます。つけましたと、はい、じゃあですね、この大乱闘スマッシュブラザーというゲームは、はい、どういうゲームですか。その名前の通りですよね。戦えばいいですね。戦って、いろんなキャラクターが勝ちに、はい、はい、で、コントローラーは、もう決めました、はい、ハンデで僕、さすがにこれ使わせてもらいます。ゲームキューブのコントローラーですね、はい、お二人は何使うんですか、はい、あのスイッチのね、そう、ジョイコンっていうやつの片方ですね、はい、まあでもそれでも全然戦えるんですよね。はい、はい、ここだけで戦えるんで、はい、まあそれで戦っていこうというわけですが、はい、まあちょっと練習しましょうか。そうですね、そうですね、まあね、言うてもスイッチをやったことはね、ないですからね、はい、ちょっと練習して、どうします？もう3人のまとまって当たって、うん、3回本番やって負けてた人が負けにするかも、1回だけ本番、1回本番にしたらどうか。で、時間にするのか、ストックにするのか。ストックでいいんじゃないですか。ストックでいいんですか。3期3期3期で1本勝負。わかりました。とりあえず今から2、30分はちょっと僕のために練習する。いやいやいや、全然いいですよ。これは申し訳ないです、はい、なんならもう2人抜きで僕だけで練習したい。いやいやいや、僕らの練習戦と無理ですから。そうですよ、通常戦で、はい、はい、僕の安否基本、あ、新しくルール、基本ルール今ストック2の制限時間、ね、これちょっといじりましょうか。いちゃいちゃ、基本ルールどうやっていじれるんですか。基本、新しくルール作ることができる。あ、編集してください。ストック制で3、はい、3、うん、制限時間無限、無限、これで OK ですよね。じゃあここでね、OK。 プラスボタンっていうやつはどこにあるんですか。ゲームキューブのコントロールないじゃないですか。あ、ないですか。 OK。 で、まあ、とりあえずお試し、お任せで、はい。なんか余裕あるわ、腹立つわ。余裕なんか全然ないっす。僕 1P、 僕 2P です。名前フーリー、僕さんですね、うん、名前変えましょう。名前変えましょう。名前変えましょう。わかりやすい。いや、下の名前でしょ。俺、総一郎早い。長いねん、俺。総一郎入りません、10問って入るもん。お前は入るわ。言う、今になってる。お前できるんすか。ゆい、ゆいやーになってますって。何こいつ。はい、はい、okay。 じゃあキャラクター決めましょう。無駄に 4P に順気を置いときますか。ボコボコにする。ボコボコに。あの、これね、あの、本来やったらあの、僕を任せるんです。おー、次いっぱいキャラクターいるんですけど、そうですね、始めたとこなんで、さっきちょろっとだけやってゼルダだけ増えたんですけど、はい、はい、今力あるよ。ちょあ、なんか教えてますよ、大丈夫ですか。お前ら、あ、そういうことか。大丈夫ですか、皆さん。大丈夫ですか、皆さん。かっそかっそ。僕には勝ったけど、そうそうそう、早ない。いや、こいつ弱かった。いやいや、もともとこういうもんのはずなんですよ、きっと、はい、でもう一回だけ練習して本番いきましょうか、はい、ポケモンリーグ。
インクリお疲れ様でした。もう今何が使いやすいのかとかも分かんない、全く分かんないよね。僕がベベ、オッケーオッケー。ほんまや、お、何があった、分からへんから。でも泉さんが勝つんや。ほんまや、勝ちました。どうなったか分からへんから。さっきもそうですけど、動画で見てください。意外に最初ね、2人で倒し合ってる。意外におかしい。意外にもう一回だけ練習しといていいですか。あ、うぜ、もうやばい、あ、えなんでいや、なんか爆発したね、今こうやってる、ここでなんか爆発したね。でもいつか吹っ飛びましたよね。吹っ飛んだ、吹っ飛んで、うわーやられると思ったら、近くがこういうところでドーンって先にさあ、本番行きましょうか。行きましょうか。よしよし、これは危険や。いや、これは負けても別に、負けたら編集、編集、まあまあ編集ぐらいでいいんじゃないですか。編集ぐらいでなんとか編集でいいんですか、中尾さん。3日で上げてくださいね。ええー、全然いけますよ、だって全然使ってやりましょうか、本番。さあ、というわけで本番ですね。いきますよ。はい、なおよ急にちょっと仕切りの、覚えてたんですよ、今撮られてるってこと。そうですよ、忘れてないですよ、本番ですからね。ゲームしたら撮られてること忘れますね。あ、そうなんだ。ちょっとほんまに僕、大人げない感じになるかもしれないですよ。いや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 、まあ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 、だって、あの、技術的に負けてる状態で勝たなあかんでしょ。いや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 、いやもう本番に強いですからね。これ練習のうち、そうそうそう、一番負けてるの僕ですからね、実は言ってきますけど。いや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 、それこそ安全牌狙うからとかありますからね。気持ちで負けたらね、もう負けですから。挟むな挟むな。何を無言でやっとる撮影や言ってんのに全員黙り出すっていう。ダメですよ、ちょっとね、喋るぐらいがね、ゲーム配信は面白いですよね。そうですよ、本当に、うん、もう暴言が出ようがね、どこが出ようがね、それぐらいが面白いですよ、きっと。あ、クソか。マジ自分を見失ってる、これ。
なんなん地味な。なんか大丈夫ですか。どこ行く。いやうわこれはあかんわ。これはあかんわ。なんてやねん。あぶな。危ななんなん誰。もう終わったんやから。ええやん。あゆ嘘やろ。嘘やん。違う、もう何で思うんでやってるの。いやいや、こっからはね、やっぱこう勝負ですから。帰れ。いやいやいや、帰ってこい。帰ってくんな。なんとか勝ちました。いや余裕じゃないですか。人気余ってますよ。いやいやいや、じゃあ練習終わりです。おいねえ泉さん、行こうか。行こうか。おい、さっきのはどういうことですか。だから次クリエイターズファイル。あ、クリエイターズファイル、これでも決めましょう。なるほど。これ中央に連敗した時めっちゃ面白いけどな。いやもう大変ですけどね。いやどうしようかな。村人おるでしょ、村人が。村人が村人行く、村人行こう。マジで知らんで。全然わかんない、大丈夫だよ、不安でしかない。これほんまに、あれですよ、クリエイターズバイタ、はい、びっくりするほど村人強かったもんや。編集腹立つ僕、結構やってんねんて。クソが、クソ。今村人の使い方をちょっと練習し、練習しながらやってます。その前に、覚える前に倒そうな。あれがよくわからん。なにそれ。あ、ちょ村人死んだぞ、村人死んだ。クリエイターズバイ、まだ泉さんや。あ、中さんか。いやなんですか。ミサイル結構エグい村だよ。どんな村やん。今これ泉さんに近づいて赤いんですよ。そうでもね、助けたか分かんないんですよね。あ、ハニワ飲めた。マジっすか。飲み今の。でも俺そういうとこじゃない、多分一番今ヤバいの。全然わからへん。あー、飛んでった。あっかん。リンクコールですよ、リンクコール。リンクだけですよ、まだ3キャンの。ほんまや。これでいけるぞ。編集なんか。あー、ちょっと待って。あ、怖っ。勝てるなら編集なんかいくらでもやりますわ。マスターハンド。なんか、僕は、あ、僕こっちか。その泉さん、下ゴロンどうやるんですか。ゴロン、ゴロン、うん、それこれは走りだけですよ。は、どんな走り方やねん。はよ、行ってこいよ。村人がいい感じですよ。村人がね、何あいつ村人安定してくれへんわ、いろいろ。さあ、全員探っております。クリエイターズファイル次何やるかも決めといてくださいよ。やばい、決まってないぞ俺。僕編集多分めっちゃ早いですから早く撮ってくださいね。いや、ちょっと同日当たり前じゃん。あー、なんで帰ってくんねん。この野郎。帰ってくんのかい。
村人復帰率やばいですよ。え、ちょっと待って、近のりは、近のりは、近のりはって、こうやってほんま、やかん泉さん、やかんって泉さん、泉さん今仲間やん。あ、素晴らしい。これ僕1期で 60% でしょ、はい、泉さん2期で 57% じゃないですか。はい、僕が勝ったら編集変わってください。なんでやねん。やったら僕1回死にますもん。マジかよ。いやんやねん。じゃあもう編集仲間やん。え、違う違う違う、僕がこれで勝ったら、で泉さんが今ハンデくれたんですよ。すげえ。ん、何それ。ちょ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 、ごめんなさい、ごめんごめんごめん、泉さんごめん、今までのことは全部謝るから、今までのことは全部謝るから、死ね死ね。あああああ、これゲーム、あ、もう夜の稽古まで続いちゃうんで、これでちょっとボリューム落として、人間性が非常に見れるゲームでしたね。終わりましょう。お疲れ様でした。結果はですね、はい、2回本番をやって、はい、1回目は僕が負けて練習することになりました。はい、2回目、中さんが村人でハンデを背負ってくれて負けて、負けるっていうね、クリエイティブファイルを取ると。あー、はい、泉さんは両方1位と。なんとか1位取りました。ありがとうございました。これで終わりました。はい、もう編集大変になるんで、もう終わりましょう。はい、バイバイ。第2弾は純喜も入ります、きっと。さあ、ということでですね、稽古が終わったら純喜さんが現れました。ということは敗者復活戦と言いますか。だから僕の負けが帳消しになるかもしれないと。いや、僕あんまり分かってないけど、最終決戦ということで。最終決戦、これ負けたらこの動画を編集する。 OK、 やりましょう。やりましょう。スマブラをやるの。じゃあまずですね、スマブラをやります。はい、一つだけね、コントローラーがね、はい、なんていうんですか、ゲームキューブのコントローラーです、ね、やりやすいんですよね。はい、これ争奪じゃんけんしましょう。はい、わかりました。勝った人、勝った人がこれ使える。はい、いきますよ。最初はグッチェック、最初はグッチェック、なんでや。なんでや。じゃあ3人でいきましょうか。なんでや。グッチェック、はい。一番強い人だって。あ、まあまあいいでしょう。そういう意味ではある意味ハンデやで、ね、ある意味、ある意味、ある意味公平、公平。そうですね、オッケーオッケー。みんな泉さんに倒されるだけやで。ちょっと、あれ、じゃあそうしようかね。プラスを増やしてほしい。あ、ね、はい、あ、僕ちょうど近のりや。で、これでオッケー。で、え、これできるかな。今押してもらったら多分入る。はい、すげー。きました。プレイヤー4の名前を変えましょう。あ、はい、はい、プレイヤー4の名前を、順次3に変えてください。入力してください。そうです、押したら、変わってきますね。はい、え、これほんまにベベの人があってですよね。はい、いいんですよ、皆さん納得ですね。はい、はい、もういいよ、こっちで。クリエイターズファイルはなしで、なしですよね。は、もう中さんで。なんでやねん、それもおかしいやろがい。ですか。え、3位4位でしょ、こうなったら。なんで1人なじゃん。なんでやん。いいですけど、実際選んでこうなったら3位4位が。で、逆に中さんが1位やったらクリエイターズファイルはなし。わかりました。なるほど、行きましょう。2位3位4位やったらあり。あ、ごめん。これもう4位やったら最悪やん。これ誰ですか、選択できてないの。え、あ、見してる。 OK、はい、しゃ、では行きましょう。もう本当に分からん、分からん。まずは、あかん、これ無理や。まずジャンプや。まずジャンプからや。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おと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 、誰か攻撃したらあかんで、ね、止めてる、止めてる。じゃあよし、戻りますよ。これでいいの。行きましょう、スタート。え、ちょっと待って、あ、まずジャンプからや。はい、ストップは3でさっきとルールが一緒ですからね。ちょっと待って、待って、来ないで。ちょっと待って、うれ、やめろって。うれ、あ、怖い怖い怖い、うれ、来るなってお前。いや、僕もそれだからな。うれ、あー、待って、あー、喉がちっちゃくなった、ちっちゃくなった、喉が始まった、喉が始まった。って、泉さんが、なにこれ、どうしたらいいの。え、やりすぎない。え、どうなってんの今、わからない。あ、やった、残ってる、俺勝てる。やった、残って、あー、あかん。ちょっと待って、こうやろ、こうやろ、これでこう、あ、あ、なんか切れた、切れた。お、なんかできた。あ、ちょっと待って、何お前とまとんねん。これで、あ、これでファイアボールや。あ、なるほど。え、これで、あ、危ねえ、な
か鳴ってる、なんか鳴ってるみんな。ちょっと怖い怖い怖い、見えへん見えへん。ちょっと待って、俺ファイアボール出したら分かる。ファイアボール出したらここにおるか。何これ、どうしたらいいの。ここにおる、どこにいる。あー、分かる分かる、怖い怖い。ここにおる。あぶねー、怖い怖い。なんか今の何やったんですか今の。なんか多分誰かの RA じゃない。まだ、まだじゃないですか。まだというかアイテム。僕のこの不敗神話をここで破られるわけにいかないんでね。ちょっと待って、シカゴリ君が強い。あーあーやばい、あーやばい、てめえだ、てめえだ、無理やろこんなん。俺は生き残った。え、ちょっと待って、あ、総一郎が来る、総一郎が来る。お前もちょ、ちょ、中さん、中さん、空気読もう。空気読むじゃん。中さん、別に空気読もう。おー、でかくなった、でかくなった。おい、あ、でかくな、でかくなってる。いやいや、怖い怖い、でかくなってるぞ。おい、怖い。なんかちっちゃくなった。あ、あ、泉さんを倒したい。あれ、ホームランバットや、危ないやつや。知ってるぞ、俺。うぇーい。喜び方がちょっと子供や。ちょ、待って、あ、違う。ちょっと泉さん、マジで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 泉さん、マジでマジで泉さん、お願い。なに泉さん来たら逃げるしかない。じゃ泉さん、マジで一緒に戦おう、一緒に戦おう。あー、やばい、泉さん来た、泉さん来た、やばいって、やばいって、誰か助けて、誰か助けて、誰か助けて。伊豆さん来たって、伊豆さん来たってやばいって。ちょ、力で助けて。うっせぇ、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 なんか鳴ってるって。お、やった、やった、なんか、あー、あー、やばい、死ぬ。痛い、痛い、痛い、死ぬ。あかん、ちょっとお待ち、ジュキさん、ジュキさんお願い。あー、やった。ジュキさん、ちょっとだけお願い。何俺だってよ、負けた。あ、ちょっと、よし、ああやばい、あもう無理やん。生きてるわ。いい、ファイアボール、ファイアボール。あ、やった、やった、そういうことだ。あ、ちょっと、やったー。あ、何こいつ、何、ナッシーみたいに邪魔なんだけど、邪魔やねんけど。あ、痛い。あの、回復するやつないんすかね。回復とかあったっけ、これ。ありますよ、ありますけど。ファイヤーボール、ファイヤーボール、ファイヤーボール。1万円そこに来るかね。なんでやねー。よっしゃー。あー、もう止めよ、あ、カメラ止めよ。カメラ止めんの。すっげー。じゃあ、俺、俺生き残った、俺生き残った。おい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 、ゲームって楽しくないですか。お前マジかよ。あの中さ、1位じゃないとあかんのか。そうやね。え、めっちゃいい勝負してる、このゲーマーどもが言う。ちょっと待って、すげえ。ちょっと待って、俺必死に逃げてます。あ、待って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 、中さ1位になったら罰ゲーム。そうや、ね、脱出オール回避やろ。あー、カン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 。えい、いや、やった、ちょっとなんて白熱しない戦いしてるんですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、いやいや、リズムさん来た、逃げろ。もうご飯行きますよ。はい、もうご飯行きますよ。あー、やばい、総一郎が、やばい、総一郎が行く。あー、よっしゃえ、どうなの。クリエイターズファイルの編集を開始じゃ。そうなの。よっしゃ、いい戦いでしたね。ハンマーが出ない。もう喋るのやめましょう。エンディング、エンディング。はい、お疲れさんでした。はい、ということでバイバーイ。いや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 、状況分かってないから俺。え、じゃあ今さら僕1位になったんで、もともと1回ベベやってクリエイターズファイルになってました。で、僕もベベになって編集することになりました。それをやめるために純喜さんと戦って、うん、純喜さんベベにしたろうと思ったら3位やった。3位やった。僕はベベなんで。ってことは引き続き僕が編集、クリエイターズファイルが。で、バイバーイ。クリエイターズファイルは言ってなかったんで、それは違うと思います。いや、おかしいやろ。逃げ方半端ない、逃げ方半端ないやんか。ご飯ご飯行きましょう。うわぁ、マジかよ。またねー。バイバーイ。
誰もが悲しい。誰かがお前をテイクアウトをし、ゆるきままじゃいられない。心が今にもおかしい。